はい、明けましておめでとうございます。世界の長谷川です。ね、世界の長谷川先生ね、見てもお分かりのようにね、この頭良さそうなね、ほんと素晴らしい天才ちょっと先生がね、コンサルタントの先生が今日も講義をしていきましょう。いきます。はい、前回はですね、どういう講義かと言いますとですね、草食系男子の長谷川先生が肉食系女子に襲われそうになったという話でしたね。はい、まあ、その話の続きではなく、今日はですね、はい、マジックがありません。ちょっとマジック取りに行きます。はい、失礼しました。はい、ですね、この前はですね、思考と行動ってやりましたよね、前回の動画では。それで思考と行動のその先をちょっと今日はお話ししたいと思います。思考と行動ですよね。はい、前回の復習で言えば、まあ私はね、思考ばっかりしてたわけですよ。考えて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 、でも何も変わらなかったって、なんでやろうってね。はい、行動してなかったから、ね、どんなに思考してもいいですか、1ミリも人生変わらないわけですよ。本当にこれが現実なんです。それで今日は思考と行動に加えてエネルギーっていう要素を加えましょう。エネルギー、はい、何も意味はないです。エネルギーと思考と行動、この3つでお話しさせていただきます。はいね、結局僕はね、考えてばっかりで行動してなかった。それでこれ逆説的に考えたらどういうことかって言いますと、いいですか、なんで行動してなかったかっていうことですよね。で、なんで行動してなかったかっていうと、実は簡単です。勇気がなかったから僕は行動してなかった。それで行動してなかった自分を、そういう勇気のない自分を正当化するために思考してたんです。考えてばっかり、だから行動してない、それを思考、考えることに逃げてたんです。それが分かりました、ね、はい。それでいいですか、思考もエネルギー使います、行動もエネルギー使います、両方ともエネルギー食うんです。それでいいですか、行動エネルギー食います。でもこの思考っていうのも実はいいですか、皆さんが思ってる想像の何倍も何倍もエネルギー食う作業なんですね。だからエネルギー両方使うんですよ。はい、それで行動する前の思考もエネルギーめっちゃ使いますね。でも意味をなさない思考なんです。なぜなら現実が一歩も動かないからです。それで昔じゃないです、ごめんなさい。これで思考だから思考をしないっていうことですね。行動する前の思考は、えいやでもいいから行動した方がいいよっていうことです。それでこの思考なんですけど、さっきエネルギー使うって言いましたよね。エネルギーめっちゃ食うんです。それで思考すればするほどめっちゃ食います。でめっちゃ思考すればするほど疲れ果てます。それで何が危ないかっていうと、いいですか、これでエネルギーね、思考してエネルギー使い果たして今日も一日頑張ったっていう錯覚を起こすんです。なんでかというと疲れるから、ね、それでもう思考ばっかりの毎日を繰り返ししてるといいですか、もう疲れ果ててます。それで疲れた分だけ頑張って生きてるっていう錯覚を起こすんです。はい、でも何も人生変わってません。なぜなら動いてないから。はい、当たり前のことですよね。はい、だからね、もう動こうよみたいなことを言ってるわけですが、はい、例えばですよね、ちょっとここで例を話しましょう。思考ゼロのアンポンタンがいます。はい、私みたいなアホです。
思考ゼロ行動一の人がいます。はいね、逆に言うとですね、思考100、これ6に見えるんですが100です。100って書きます。はい、思考100行動0の人がいますね。思考100って昔の私ですね。昔の私です。はい、だからといって私は昔頭良かったかというと、頭悪かったです。もう成績も悪かったですね。もう相変わらず悲しい青春時代を送ってたわけですよ。はい、この2つですね、この思考0行動1の人ね、思考100行動0の人、ね、どっちが人生良くなると思いますか？まさしくこっちの人です。はい、それでいいですか、どっちの人の方が人生疲れ果てますか？こっちの人です。思考100行動0の人の方が疲れてるんです、実は。でも人生何も変わらないんですね。だからそういうねことが現実世の中起こってるということです。だからもうねアホになってエイヤーで動いちゃおうよということです。はい、そういうことで私からのご提案、1月21日木曜日セミナーがありますね。セールスやめたら会社が儲かるというね、占いで買っていただくっていうセミナーをしますね。そこでは私は儲かるための行動をご提案させていただきます。その行動も簡単な行動をご提案させていただきます。いいですか、こんなんで儲かるのって。いや、儲かるためってもっとすごいことせんとあかんって思ってたってほとんどの人は思うと思います。でも本当に簡単な行動ばっかりご提案させていただきますから、これでぜひとも儲けてください。はい、それですね、前回言ったように、もうね今日は残り福エベさんですよ ね、商売繁盛祈願ということで、まあ前も動画でご報告させていただいたように、このセミナー経営者の方連れてきていただいて2人で参加していただくと、本当は1人5000円です。5000円のセミナーだったら2人1万円ですよね。1万円を2人とも無料にさせていただきます。はい、なぜならこういうノンセールスの概念をお伝えしていきたいからです。はい、そういうことをですね、ちょっとこの前お伝えしたところですね、ある方からちょっとメールがありましたね。なんて言われたかっていうとね、ネットワークビジネスですかと言われてしまいました。別に私はネットワークビジネスで否定もしないですよ、否定もしないです。でもまあいろんな受け取り方があるんだなと思った今日この頃でした。はい、だから残念ながら私のセミナーに来たからといってサプリ売りません。残念ながら私のセミナーに来たからといって洗剤売ることはありません。そこは大丈夫です。はい、はい、ということで1月21日ね、ノンセールスのセミナーをさせていただきますんで、ぜひとも来てください。はい、今日もありがとう。どうも。